皆さん、マクドナルドがまたまた値上げしましたね。お客さんは離れていっちゃわないんですかね。ね、原田さん。マクドナルドの値上げっていうのが結構マスコミで報道繰り返されているわけですけど、私はもともとマクドナルド元 CEO ですから、えー、もちろん、えー 興味を持って注意深くやっぱり気になって見て見ますマスコミの報道はですねまあ去年2回上げた今年また上げただけどお得感はまだ他社に比べるとお得感が高いから大丈夫だろうというような論調に聞こえてしまうんですがこういう議論というのはそんな簡単なものじゃないっていうのを。 いくつかの視点でお話したいと思います私はこれは決してマクドナルドの今の施策に物申すという姿勢ではありません今回の件でいろんな業界の経営者がどんな点で学びがあるかとこういったことからどう,いうことのどういうことを学ばなきゃいけないかという視点でいくつかの私の気づきをお話ししたいと思っています まずはですね一番大きなこの学びっていうのはマクドナルドの強みっていうのはこのグローバル調達力この大量な食材をグローバルのインフラで最もコストの安い調達力これがマックの世界的な普遍的な強みだったわけです。それががあってて初めてお得感っていうのが 強制力として打ち出してて成功を収めてきたわけですねところが今回急激に円安になるその前にウクライナ戦争それによる物価高光熱費等々高騰するこういったですねグローバルのワンインフラである調達力というのが裏目に出た。 というのも一つの目線じゃないかというふうに思いますマクドナルドはスケールが非常に大きいです日本だけでも私の時代ですら1年間のお客様の数が16億人です、えー、鶏肉の調達も牛も国産だけでは絶対に足りないもうエビフィルを発売した時もそうでした タイから輸入しない限り、日本の調達ではもう間に合わない。これぐらいの大きなスケール感ジャイアンツだったんですね。このジャイアンツがやはり全て海外から調達したということが、逆に急激なこの円安でですね。裏面に出たっていうことがやっぱあると思うんですやはり国内調達力と海外調達力のバランス。このサプライチェーンの。 包括的な多面的なリビューこういったものは外食産業マクドナルドだけじゃなくてですねいろんな業界でも学びの一つでありそういった国内と海外の調達のバランスをどうスケーラブルにするか柔軟に対応するかっていうのはいろんな業界でも対応していることだと思います。ということでこういった時はどこにチャンスがあるか。 いうと国内調達をしたところはやっぱり安定してるわけですねただそうは言っても国内調達先も基本のところが値上げしてますから、えー、国際的なこのベーシックなインフレこれはもう国内外問わず共通の命題ですただ円安については日本独自の外的環境ですからそこだけ取ると国内依存型の方がまだ インパクトは少ないということですねこれも一つの学びだと思いますもう一つはですねメディアの報道を見ますとまあまだお得感は高いよということなんですアメリカも値上げして全く業績は落ちないどころか伸びていると日本もそうであろうみたいな論調があるんですがそんな目線だけで物言っていいのかと 私は思います一番大きな違いは日米の違いはアメリカは強烈に貸処分所得が上がっています過去10年だったかちょっと正確な数字を覚えていませんが約2倍ぐらいになってるわけですね日本はこの10年間全く給与所得は上がっていないんですこの貸処分所得は上がっていないアメリカは上がってるその 環境の違いで同じ値上げをしていいのかこの論点がメディアの報道ではどうも抜けてるなという感じがします、えー、今までバクドナウドはこの4,5年は非常に好調だったと思いますまあ私の目線から言いますとやっぱりコロナで追い風そして過処分所得が上がっていませんから 消費者はどんどんお得感の高い方向にシフトしてくるとなると当然お得感の高いマクドナルドに客はシフトするこれも追い風の一つだったと思います。こういったことの目線もずれにしてもマクドナルドは今回の上げをせざるを得ないっていうのは私もよくわかりますがもう一つはやはり今までのビジネスモデルの延長で 考えるとこの議論で終始してしまうんですねやはりもっとビジネスモデルの変革をするということはどんなチャンスがあるかって言いますとまさひとえにデジタルトランスフォーメーションだと思います私は2004年にマクドナルド CEO に就任したときに l t t ドコモと合弁会社を作りました The JV という会社を作って 当時のガラケーにかざすクーポン見せるクーポンこういったものを同梱するアプリを同梱するってことをドコモと合弁会社を作ってやっていただきましてその時から将来のデジタルサインネージ e リサーチ e キャッシュやる電子マネーですねそれからプリオーダーここまで見据えた この戦略ロードマップを2004年に描いて社員と共有化したことがありますこのプリオーダーっていうものがもう今はマクドナルドだけでなくいろんなところでもうスタートしてるわけですがプリオーダーをすることでどんなメリットがあるかってことなんですがまずお客さんの目線でいきますとお店に行って注文して待たずに済む。 もうお店に行く前に注文して行った時にはもう袋に入ってますからそのまま受け取るこういった今までの利便性がさらに利便性が高まるというこれが一番大きなメリットだと思います。いわゆるレストラン側のメリットは何かっていいますと1人へは,はやっぱり利益率が上がるっていうことです。なぜかといますと 細かい数字はやはり企業費ですから申し上げませんがどこの外食産業もコスト構成というのはどうなっているかっていますと一番大きいのが食材費フードペーパーですねこれがやっぱり30スーパーこれは大体平均値ですその次に大きいのが人件費その次に大きいのが家賃その次にいろんな光熱費等々の細かいコストがかかるこういった大体コスト構造です。 この人件費っていうのは大体、だいたいマックの数字を申し上げてませんよ。だいたい外食産業の人件費っていうのは、まあ、カフェですと非常に低いですね、20スーパー。食、え、費、ー、食品を提供する外食産業になりますと30スーパー、このレンジで動くわけです。じゃあそのコストってどうなってるのと言いますと、3つのコスト構造に分けられます。1つが注文を取る時間。2つ目がそのメニューを組み立て、用意する 時間潮流潮流の時間ですね3つ目がお金の生産やり取りをする時間この3つで構成されますこの3つのコスト構造のこの割合というのは業態によって変わりますけどもプリオーダーをやりますと注文を取る時間がゼロになるお金のやり取りこれももうプリオーダーで電子決済しますからそこの時間もゼロになる この人件費削減のチャンスは非常に大きいんですじゃあなぜそういう大きなチャンスがまだ数値に現れてないかって言いますと100人のお客さん中何人がプリオーダーで買い物しているかこのプリオーダーの比率ですねこれがまだまだ非常に低いんですいろんな業界を見ますとまだ2桁まで行ってません なぜ2桁までしか行ってないか2桁も行っていないかなぜ100人中100人がプリオーダーで買い物しないかここに大きな議論の機会点利益の機会点があると思います。まずアプリが使いやすいことプリオーダーすることがもっと店頭でショッピングするよりも楽しいことそしてプリオーダーすることによって 何かお客さんに今までにない他のメリットがあること例えば店頭で注文するよりもプレオーダーで注文したら1割引きこれをやっても私は利益はプレオーダーの方が高いと思います。というようなことも含めてですねマックだけじゃなくていろんな業界がこういった国内国際海外調達依存度のバランスビジネスのトランスフォーメーション デジタルトランスフォーメーションこういった視点でいろいろチャレンジする時代に来たのかなということを感じておりますまあ、いずれにしても日本の一番の命題は貸処分所得を上げることです大企業が5%ずつ上げても何にも変わらないと思います根本的にどうやったら貸処分所得と物価が相関を持って 上がっていくかもうこの施策は政治のリーダーシップに委ねるしかないわけですが今そういった包括的な議論ができてないというのは国民の皆さんが全部そう実感してますから国民の皆さんはまだまだ政治に対する信頼も持っていない明日に向かって確信もない子どもを持っても明日の確信もないという。 この日本の非常にに危機的状況にあると私は懸念をしておりますもっと政治家にはリーダーシップを取ってほしいと思いますし経営者も今までの成功事例の繰り返しではない大きくいろんな多面的に変革していく時代この試練イコールそこに試練をして乗り越えたところが競争力が上がっていくというチャンスとして捉えてやっていくべきだというふうに思います。 大変上から目線の評論家的な内容で申し訳ありませんがこれ以外にもいろいろ気が付くとこがあります。またいろんな業界のいろんな施策でどう結果が変化したかということを見ながらまた私も気づいた点がありましたらみんなで学ぶ課題機会点という意味で皆さんにまたお話ししていきたいと思います。以上ですもし 原田さんが今マクドナルドの社長さんだったら一体どうしてたんですかねそれでもやっぱり値上げは食い止められなかったんですかね。